こんにちは、こんばんは、おはようございます、みなみです。はい、ということでね、今日はなんとこちらをやりたいと思います。ということで、やるものはこちら、じゃーん、ピーヤング焼きそばじゃないよ、激辛春雨エンドウ。ということでね、前にはみなみはこのペヤングの焼きそばのね、激辛マックスエンドをね、やりました。はい、すっごいね、辛くて口の周りが痛くなったのを覚えてます。今回はね、そのね、春雨が出たということで、みなみが行ったコンビニではラスト1個だったのにね、だったので買ってみました。で、今回はね、これを食べてみたいと思います。はい、ということでね、揚げていきます。焼きそばの時も書いてあったんだけど、辛みが非常に強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいと書いてあります。はい、みなみは前にも言ったんだけど、韓国にね、結構行ってて、辛いのはね、得意な方なので、ちょっと頑張りたいと思います。でもね、前のね、エンドはすごい辛かった。入ってるものが激辛エンドソース、そして早く、あ、焼きそばじゃないからさ、違うのも入ってる。そして、これね、春雨です。はい、作っていきます。それではレッツゴー。はい、ということでね、出来上がりました。湯切りしてきました。じゃーん、をね、入れたいと思います。あ、匂いは普通だね。うん、じゃあ入れます。うわ、箸にめっちゃついちゃった。こんな感じです。じゃあね、混ぜて美味しくね、いただこうと思います。匂いはね、ちょっとね、スパイシーだなって感じ。まあこれね、前ね、食べた時ね、口痛くなったから、キャベツじゃない、焼き鳥じゃない、なんなんだっけ、焼きそばの時。チャウモケスニダー、いただきます。めおうよ、あ、ちんちゃん、あ、めおう、おぉ、めおう、めおう、めおう、涙出てきそう。あ、痛くなってきた、ここらへん。ああ、辛すぎて無言になるな、これ。何ついてきた。焼きそばのエンドより辛い、まあソースは一緒だと思うんだけど、焼きそばは麺が太いから染み込んじゃうんだけど、染み込むっていうか、そこまで味つかないんだけど、これ薄いからすぐ味ついてもダメです。具合悪くなりそうなのでリタイアします。だとしてもさ、焼きそばよりは全然喋れてるよね。強くなった気がする、口。韓国の辛さは全然食べれるんだけど、このね、ザエンド、何？韓国の辛さっていうのはお腹にとか
で燃えてるなって思うんだけど、日本の辛さはね口だけでね痛いから、南はその辛さはね苦手です。なので今すぐ韓国に行って韓国の辛いものが食べたいです。はい、ということでね、今回はザエンド、今回はねピーヤング焼きそばじゃないよ、激辛春雨エンドの ねやってみました。今回はねちょっとねギブアップしたんですけど、これはね口が落ち着いたら食べます。はい、今は一気に食べれないので口が落ち着いたら食べたいと思います。じゃあ皆さん今日見てくださってありがとうございました。以上みなみでした。バイバイ、アンニョン、終わり。こんばんは。